はい、どうも、白駒先生です。今日のヤバいニュースはですね、ずっとですね、炎上を批判されているですね、小室圭とですね、そのお母さんなわけなんですけども、そのお母さんにですね、なんとですね、新たな男とのですね、2000万円搾取疑惑が持ち上がった件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、まあ、小室圭さんといえばですね、秋篠宮家のですね、眞子様とですね、婚約をですね、してるんですけども、まあ、未だ結婚がなかなかね、進んでいないという状況なんですね。で、その理由はなぜかというと、そのね、小室圭さんのお母さんがですね、いわゆるその金銭トラブルだったりとかですね、遺族年金のですね、不正受給問題とか、そういういろんなですね、お金に関するトラブルがですね、持ち上がってきているのが原因なんですね。でですね、そんなお母さんにですね、この度ですね、新たな追加情報といいますか、のが来たんですね。それが何かっていうと、新たなですね、男のね、存在が明らかになり、そしてその男と2000万円ですね、搾取していたのではないか、なんてね、今言われてるんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この報道のですね、まあ、真実味といいますか、どこまで本当なのかっていうことに関して、そしてね、小室圭さんのお母さんの未来についてですね、僕なりにいろいろと話をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、このですね、小室圭さんのお母さんがですね、現在ね、起こしているトラブルっていうのは大きく分けて二つなんですよね。一つは何かっていうと、元婚約者の男性からですね、数百万円のお金を借りた借りない問題ってやつなんですよね。お母さん的にはですね、それはもらったものなんだって言ってるんですけど、元婚約者の男性からすると、いやいや、あれはね、貸したものなんだということで、ここでですね、まず一個目のトラブルが起きたわけなんですね。はい。で、ちなみにここに関してはですね、小室圭さんがですね、何万字にも及ぶですね、文章を発表してですね、小室圭さんの母親をですね、擁護したんですけども、まあ、その後すぐさまですね、やっぱり解決金払いますっていう風にですね、反旗を翻したということでね、それがまた余計ね、炎上にね、そのね、火に油を注ぐっていう形にはなってましたね。はい。で、もう一個が何かっていうと、特にこっちが問題なんですけど、遺族年金のですね、不正受給問題なんですよね。で、これは何かっていうと、まあ、要はですね、そのお母さんですね、小室圭さんのお母さんは以前旦那さんがいらっしゃったんですけど、お亡くなりになっちゃったんですよね。で、そうするとですね、遺族年金というものがもらえるわけなんですよ。はい。まあ、ただその後ですね、先ほど言った元婚約者の男性、金銭トラブルの方ですね。その方とですね、まあ、言ってみたらその婚約状態と言いますか、もうほぼ結婚しても同然の状態になっているにもかかわらずですね、まだですね、そのね、遺族年金をもらい続けていた。要は不正受給していたと。はい。で、そこでちゃんと籍を入れてしまうとですよ。ちゃんと正式な夫婦として籍を入れてしまうと遺族年金がもらえなくなってしまうから、遺族年金をがっつりもらってもらい切った後でちょっと結婚しましょうよみたいな、そういう話を進めていたというですね、話がまあ出てきてるわけなんですよね。で、それの計画メールとかも流出してしまって、それが大きな騒ぎになってるんですよ。はい。でですね、まあ、それが今までの流れなんですけども、そんな中ですね、新たにこの2番目の男が現れたんですね。はい。で、今回出てきた情報って何かっていうと、先ほど話したですね、遺族年金不正受給問題のですね、追加情報といいますか、まあ、そういった形になるわけなんですよ。はい。これどういうことか話していきますね。まずなんですけども、先ほど言ったですね、元婚約者の方ですね。はい。とのですね、元婚約者の方と、ね、内縁状態みたいなのにあるにもかかわらず、ね、遺族年金をね、不正でもらってたって話なんですけど、実はですね、その元婚約者の方の前にですね、もう一人ですね、もう一人ね、ある男性がね、まあ言ってみたら関係があったらしいんですね。で、それは誰かっていうと、まあ言ってみたらですね、元旦那、前の旦那、死んでしまったですね、旦那さんがですね、旦那さんがいるんですけど、その後、そのすぐ後にですね、すぐ後にね、もうね、同居していたという男性が現れたんですね。はい。で、これがですね、すでに事実婚だったのではないかっていうふうに言われてるわけなんですよ。つまりその元婚約者の男性が事実婚だから、遺族年金もらうのダメだよねっていう話に今までなったんですけど、その元、その婚約者さらに前にすでにまた新たに事実婚になってた男性、これ A さんっていうらしいんですけど、この A さんがいたんじゃねえのかっていう話なんですよね。はい。つまりその二人の男性にまたがってるんですよ。二人の男性にわたってその遺族年金を不正受給していたのではないかっていう話に今なってるんですね。じゃあこの A さんって方がどんな方なのかってことと、あとどれくらいの遺族年金が動いてたのかっていう、ここもちょっと話していきたいと思います。まずですね、遺族年金に関してなんですけども、まず2002年にですね、36歳でその地方公務員のですね、夫の方が亡くなっちゃったらしいんですね。で、そうするとですね、まあ、この方の月収が40万円とするとですね、その K さんがですね、満18歳になるまでですね、遺族基礎年金約100万円とですね、当時のですね、遺族共済年金約50万を合わせて、まあ、簡単に言うと年間で150万円がね、受給できるらしいんですね。うん。
でですね、Kさんが18歳になってから、満18歳になって以降っていうのは、またちょっといろいろとね、仕組みが変わるんですけども、これもざっくり言うと、年間で110万円もらえる形になるみたいなんですね。まあ、つまりこれを整理するとですね、その旦那さんがお亡くなりになった時の Kさんが10歳なんで、そこからの7年半が1130万円もらって、8年目以降が先ほど言った形がいろいろ変わって1230万円になるんですね。なので、この遺族年金を全部トータルすると、まあ、大体2360万円、約計ね、約2000万円くらいのですね、遺族年金をもらっていたという話になるわけなんですね。はい。まあ、ただですね、先ほど言った通り、この約2000万円が不正受給なのではないかというね、ことになっちゃうわけなんですよ。じゃあですね、そのね、A さん、ね、すぐさまですね、その同居を始めたという A さんは、これどんな方なのかっていうね、話なんですけども、はい。この A さんという方はですね、その次のですね、元婚約者の金銭問題の方と違ってですね、ちょっとお金的にはあまり持ってない方だったみたいなんですね。はい。まあ、いわゆるですね、そのお金をあまり家に入れないと言いますか、あんまりこう働いてないと言いますかね。うん。感じで。で、芸術家肌のですね、男性で、彫金師をやっていたらしいんですよね。はい。でですね、それで、まあ、いわゆるですね、そのね、A さんはですね、このね、小室圭さんのお母さんとの交際中に仕事が立ち行かなくなってですね、なんと自宅を差し押さえられちゃったんですね。まあ、お金がないわけですね。自宅まで差し押さえられちゃったと。で、どうしたのかっていうと、小室家で同居生活を始めたらしいんですよ。でですね、まあ、いわゆる、もうほんとね、その、自分の行き場所だったりとかお金がなくなっちゃって、転がり込んでくるみたいな形で小室家にですね、入っていったっていう感じなわけなんですよ。で、実際問題、当時ですね、K さんはですね、まあ、言ってみたら、いろいろですね、バイオリンだったりとか、介護を習わしていたと。ね、いわゆるその芸術家肌のですね、その習い事をいっぱいやっていたんですよね。まあ、なので、男性もですね、芸術家肌の仕事をしていたということもあるんで、美術館デートをしたりだったりとかですね、はい。まあ、いろいろとですね、なんかその辺ももしかしたらお母さんにとっては、その K 君のですね、その、まあ、将来のためだったりとかですね、その教育的な問題もあって、その A さんと一緒に住んでいたっていうのもあるのかもしれませんね。はい。でですね、この A さんとお母さんがですね、まあ言ってみたらもうほぼ結婚してる状態にあったっていうこと、一個の証拠と言いますか、情報としては何かっていうと、このね、A さんがですね、前立腺の病気を患ってですね、入院した時にですね、そこでですね、まあ、けなげにですね、お母さんはずっとお世話をしていたらしいんですね。で、さらに言うと、その A さんがですね、その手術の際に受ける同意書にですね、サインをしていたらしいんですよ。はい。まあだから言ってみたらですね、うん。まあ、これぞほとんどですね、もう内縁状態と言いますか、ね、そういう状態にあったんではないかって話なんですよね。まあ、それはそうですよね。だって手術の同意書まで書くってなかなかじゃないですかって話なんですよ。うん。だって結婚してない女性に普通に考えたらですよ。普通に考えたら、手術の同意書なんて書いてもらわないじゃないですか。だからそれを書いてもらうということは、つまりっていう話なわけなんですね。まあ、ただですね、この関係いつまでも続かなかったんですね。それはなぜかというと、いつまで経っても仕事をしなくて無収入の A さんに対してですね、思春期だった K さんがですね、いい加減に出てってくれっていうふうに苛立で、そう結局ね、そのお母さんと A さんは破局したというふうにね、言われているわけなんですね。まあ、ちなみになんですけど、今回の件についてですね、A さんの方に記者が取材に行ったらしいんですけど、何ですか、何も話すことはないっていうふうにですね、急いで自宅に戻ってドアの鍵を閉められてしまったっていう話らしいんですね。はい。というのがですね、今回出てきている情報なんですよ。つまり新たな情報をちょっと整理しますと、その元婚約者の方と遺族年金をね、不正で受給していたみたいな話になりましたけど、その間にもう一人 A さんというですね、無収入の人物がいましたよと。という話なんですね。はい。だからお母さんはここまでの疑惑が本当だとしたら、二人の男性をまたいでですね、不正受給をしていたというわけなんですね。そしてその不正受給していた遺族年金っていうのは、まあざっと計算すると約2000万円になりますよっていう話なわけなんですよ。はい。じゃあここから何が言えるのかって話なんですけども、僕としてはですね、もうこうなってくるとですね、元婚約者の方のですね、お金を借りた借りないみたいな話なんで、もうどうでもいいですよね。正直言って、うん。まあそれはそれ大変な話だと思うんですけど、そんなことよりもですね、この不正受給の方が問題だと思うんですよ。というのはなぜかっていうと、これ不正受給だとしたら法に触れる可能性が全然出てきちゃうわけなんですよね。うん。まあ、言ってみたら、元婚約者の方とのですね、数百万円のお金に関しては、まあ、言ってみたら、個々人のですね、まあ、言ってみたら、金銭トラブルに過ぎないわけですよ。それに対して、これはですね、もう言ってみたら、国を騙してね、お金をもらってたって話なんですから、法律にね、触れるわけですよ。で、さらに言うと、じゃあ、その遺族年金の年金でどっから出てんのって言ったら、僕ら一般庶民がですね、払ってる税金だったりとかも、いろいろね、納めてるお金あるじゃないですか。そういう部分から言ってるわけなんですよね。はい。ってなってくると、本当の意味で僕ら一般庶民と言いますか、国民に対してはですね、この件っていうのは、すごく密接に関わってる話
話なわけなんですよ。はい。ね。だからこそですね、公務員がですね、なんかやらかしたりとかするとですね、結構ね、僕らみたいな公務員じゃないですね、普通に働いてる人が怒ったりするじゃないですか。それはなんでかっていうと、俺たちの税金無駄遣いすんだよ、みたいな。俺たちが払ってる税金でこんなやつ食わされてるのか、みたいな。そういう怒りが湧いてきたりするんですよね。まさにそのパターンに今回もなってんじゃないのかなと思うんですよ。まあ、なのでですね、ここに関してはですよ、うん。このね、不正受給問題に関してだけは本当にちゃんと白黒つけるべきだなっていうふうに思いますね。はい。ただこれをうやむやにしてしまうと、もしかしたら犯罪者なのかもしれないんだけど、なんやかんでその疑惑がなくなっちゃうって、すごくなんかね、それって気になる話じゃないですか。で、実際問題、そこをはっきりしないままでですね、小室圭さんが眞子さまともし結婚なされたとしたら、まあ、言ってみたらね、その皇族といいますか、そこのね、流れといいますか、この家系図の中にですね、犯罪者が加わるね、可能性、法に触れるね、その行動をしてた人物がそこにね、加わっちゃうことになっちゃうわけなんですよね。それはやっぱりさすがに日本国民としてどうなんだっつう話なわけですよ。はい。なので、金銭トラブル云々よりも特にこのね、不正受給問題に関してはですね、本当にですね、ちゃんとね、解決してほしいなっていうふうに僕は思いましたね。はい。というわけでですね、今日はここに出ます。この話にですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございます。